ジョンホールの紋章とシェイクスピアの紋章ジョンホールはイングランドの医師でウィリアム・シェイクスピアの義理の息子である。ベッド・フォードシャーのカールトンに生まれ、1589年よりケンブリッジ大学のクイーンズ・カレッジで学び、1593年に学士号を、1597年に修士号を取得した。イングランドでは医学の学位を取得していないが、内科医となった。 フランスで医学を学んだのではないかと推測される。ストラトフォードイコールアポニイコールエイボンで開業し、町で唯一の医者となった。ウィリアム・シェイクスピアの娘スザンナと1607年6月5日に結婚し、翌1608年に一人娘、エリザベスを設けた。このエリザベスが結果的にシェイクスピア家最後の一人となる。 ストラトフォードイコールアポニイコールエイボンで夫婦が住んだ家であるホールズクロフトは現在一般に公開されている。ウィリアムの死後、夫妻は亡き父の家であったニュープレイスに引っ越した。1613年に地元の囲い込みについて二人が合意していたという記録などが残っており、おそらくホールは岐阜のウィリアムと近しかったようである。1614年には 仕事のことで一緒にロンドンまで旅していたことも分かっている。ホールは地元で主導的なピューリタンであった。ピューリタンの教区牧師トマス・ウィルソンを支持していたが、この聖職者に対しては住民から多くの反対があった。1613年にハン・ウィルソン派のメンバーであるジョン・レインがスザンナに対する抽象を行った。この抽象の内容は、 スザンナが35歳の雑貨小物商人、ラルフ・スミスと振り越し、スミスから性病を移されたというものであった。6月15日に、ホール夫妻は、ウスターの司教管区裁判所で、レインに対する名誉毀損訴訟を起こした。この3年後に、シェイクスピアの遺言の証人になった、ロバート・ホワットコットが、ホール夫妻の側に立って証言したが、レインは出頭しなかった。レインは、 有罪とされ、破門された。レインは後に、ウィルソンに抗議する暴動に巻き込まれている。ホールは、出版を見込んで、奨励ノートを2冊作っていた。この2冊を、下界であるジェームズ・クックが買い取り、ラテン語から翻訳している。クックはこのノートを、ホールの死の22年後、1657年に、セレクト・オブザベーションズ・オン・イングリッシュ・ボディーズ、 オアキュアーズ・ボース・エンプザ・ーコール・ヒストリ・コール、パフォームドアポン・ベリー・エミネント・パーソンズ・イン・デスパレート、ディジージスとして刊行した。ストラトフォード・イコール・アポニー・コール・エーボンでの最初の、奨励は1611年のもので、これによりホールは、スザンナと結婚した時、ストラトフォード・イコール・アポニー・コール・エーボンに住んで仕事をしていたことがわかる。一冊目のノートは現存しているが、二冊目のノートの 実質思考は失われている。ホールの名誉毀損訴訟をもとにピーター・ウィーランが、擬曲ザ・ハーバル・ベットを執筆している。初演の際には、リアム・カ・ニンガムが、ホールの役を演じた。BBC4 で2005年11月22日に発、放送されたテレビ映画 A Wast of Shame ザ・ミステリー・オブ・シェイクスピアヒズ・ソネッツでは、トム・ヒドルストンが、ホールの役を演じた。 この番組は BBC のシェイクスピア21シリーズの補足プログラムとして放送された。ありがとうございます。